ヒジャーズはアラビア半島の公海沿岸の地方。サウジアラビア内のヒジャーズの位置、現在はいくつかの州に分割されている、マッカ、マディーナの二大聖地を含むアラブ及びイスラームにとって歴史的、宗教的、政治的に重要な地であった。またこの地域の最大都市ジッダは聖地への海からの入り口であるだけでなく、 ヒジャーズの政治的中心として重要性を持ったこともあった。ヒジャーズは今日のサウジアラビア王国の北西部にあたる。アラビア半島の西端にはヒジャーズ山脈及びその南のアスイール山脈という一続きの山脈が走っている。アラビア半島の黄海沿岸は大きく南北に分けられ北はヒジャーズ、南はアスイール州及びティハーマと呼ばれる。 アスリルとティハーマは一部イエメンにかかっており、最近まで両国間に国境や貴族をめぐる議論があった。ヒジャーズ地方はヒジャーズ山脈を挟んだ両側を指す。ヒジャーズ山脈はヨルダンとサウジの国境付近から発し、部分的に標高2000メートルを超える高さとなり、南は真っ赤周辺で600メートルほどに低くなるまで続く。 その祭禄は急激に海に向かって落ち込んでおりところどころで断崖絶壁をなし、海岸平野はわずかで天然の良好はほとんどない。その代わり、ヒジャーズ祭禄にたまに起こる大嵐は雨で山の土をむき出しにし、このため丘陵地には肥沃な農地がある。ヒジャーズ登録は西側よりも緩やかに下っており、 半島中央部の高原地帯、ナジドに続いている。気候は乾燥しており、雨の時しか流れないワジがいくつか走っており、人々はオアシスやワジの付近で、細々と濃厚をしている。オアシスのうち最も大きな町がマディーナである。アラビア語で、ヒジャーズとは、障壁を意味し、東のナジドと南西のティハーマを分ける山並みであった。このため、ヒジャーズ地方に、 ナジュドとティハーマを分ける高い産地、サラワと山脈を含む場合がある。ヒジャーズには、古来から人が居住し農耕を営み、また南のイエメンに産する入耕など高領を、北のエジプトなど地中海沿岸に運ぶための陸路や、海路が整備され交易が行われていた。古代ローマはイエメンに軍を送り、ヒジャーズの一部は、ローマ帝国のアラビア属州に組み込まれていたと見られる。 ヒジャーズはイスラム帝国発祥の地であったが、13世紀以降からエジプトの政権やオスマン帝国の総主権の下真っ赤の大主ハーシム家の自治が続いた。これが変化するのは、第一次世界大戦時、イギリスがオスマン帝国の後方のアラブ人を立ち上がらせ、戦わせようとした時だった。ハーシム家のフサイン・イブン・アリーは、イギリスとフサイン・マクマホン協定を結び、 イラクやシリア、パレスチナも含むアラビア全域の独立と支配を目論んでアラブ反乱を起こした。この際、トーマス・エドワード・ロレンスは反乱軍を支援し、オスマン帝国がダマスクスからマディーナまでヒジャーズを縦断して布設したヒジャーズ鉄道を破壊するなどの戦闘に協力。1916年には、フサイン・イブン・アリーは、 イギリスの後ろ盾でヒジャーズ王国を建国し、ヒジャーズは独立したがその期間は短かった。フサイン・イブン・アリーは結局王国をアラブ全体に広げることはできず、1924年にはナジド・カラブ・ドゥル・アズ・イズ・イブン・サウードが侵攻。フサイン・イブン・アリーは退位してキプロスに逃れたが、その翌年には 長男アリーイブン・フセインが降伏し、弟のイラク王国に亡命することで、ハーシム家のヒジャーズ支配は終焉する。ヒジャーズを攻略したアブドゥルアジーズ・イブン・サウードは1926年にヒジャーズ王を称し、1931年にはヒジャーズ・ナジド王国という連合王国の王となり、1932年にはこれをサウジアラビア王国と改称した。ありがとうございます。